情念司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あと内容気に入ったらぜひね、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。三浦瑠麗さんね、昨日旦那さんの会社ですね、トライベイキャピタルというところがね、東京地検特捜部の家宅捜索を受けたということでね、動画をアップさせていただきましたが、ちょっとその続報も含めてですね、いろいろちょっと上がってる話を共有したいなと思います。昨日ね、主に太陽光発電以下ですね、いわゆる再生エネルギーっていうのは全般的にですよ、合法なんですよ、合法なんですけど実質的な補助金集中スキームだというお話をしました。再エネ賦課金っていうのねありますけど、これ再エネ賦課金なんで税金じゃないけど税金みたいなもんですよ。だって法律で決まってさ取るもんですからね、 NHK の受信料みたいなもんですから、これをばらまく仕組みがあって、絶対買ってくれるから高く売れるんで利回りも 7% みたいな、そんな話しましたよね。あともう一個言っとくと、太陽光発電っていうのは発電できる時とできない時ありますから、できない時はどうすんのってことで、バックアップで火力発電所が必要なんですよね。絶対火力発電とセットなんですよ、太陽光発電って。なんで火力よりも再エネの方がみたいな議論ってあんまりしても意味ないですから、それセットだぜって話なんで、あんまりしても意味ないんでね、そこはまあちょっと今日はやめておきますけど、三浦さんの会社で一体何があったのかということでね、日刊現代がですね割とね詳しいね記事をね載せてるんですよね。この記事にねよるとですね、ヘッドラインこう書いてあります。まあちょっとこれ最初のとこ良くないけどね、こういう書き方ね。三浦瑠麗氏の落日、詐欺容疑で夫に告訴状、特捜部の自宅職場火災で、この時期のなぜということで、ちょっとこういうねいわゆるバッシング的な感じで書いてるんですけど、問題はねその三浦さんバッシングじゃなくて、僕が注目したいのはこう何があったかってところなんです。事実もなんですよ。一応ねそれに関することも書いてあってね、これね一応知見のリークなのかな、捜査事情通ということなんで知見のリークっぽいんですけど、こんなに書いてます。トライベイを告訴したのはメタキャピタル、元ソニー社長の出井伸之氏が取締役会議長だった投資会社です。両社は兵庫県福崎町の大規模開発をめぐって揉めていて、民事訴訟にも発展している。裁判資料などによると、トライベイとメタは2019年6月に協業で合意、メタは事業を手掛けるトライベイの SPC 括弧特定目的会社に10億円を出資したものの、その時点でトライベイ側は肝心の開発用紙の権利を所有しておらず、実態がない事業だったということです。これもしそうだとするとアウトかもしれませんね。この事情通のね漏らしてる情報通りだとすると、要は太陽光発電をやるためにね用地も取得してるしね、というか取得の目処も立ってるしみたいな話でいろいろやったんだとするならさ、それが嘘だったってことになると騙したことになっちゃうので、どこまでこれ事実なのか、これ民事訴訟も戦われてるそうなので、その中で明らかになると思うんですが、事実だったら結構厳しいかなというふうに思います。さらにですね、21年9月頃ね、トライベイにガサ入れが入ったとの情報が駆け巡ったのですが、事実関係は判然とせず、警視庁が動いたのか大阪府警だったのか結局分からずじまい。一方で警察側がメタの告訴状受理に難色を示したとも聞く。というのも三浦氏が警視庁の内部向け月刊誌時系に連載している上、警察庁の関係先で講演することもあったからメンツに関わるということでしたと金融関係者が証言していると、この日刊現代は伝えているんですが、果たしてどこまで本当かね。ただ最初のね捜査の事情通の漏らしていることね、これ民事訴訟になってるので公開もされてると思いますから、こういったことが事実だとするとちょっとあのトライベイ側がね不利かなということは思います。訴えたですねこのメタ社の方ですね、なんかプレスリリース出してるかなと思ってメタキャピタルのホームページ見てみたんですが、出井さんがね亡くなったという訃報が去年の6月ですね、その後去年の9月に会社概要ページ更新というのがですねアップデートされてるだけで、今回の件に関するリリースは特になかったようです。それがあるとねフライデーですね、これ講談社ですけれども、こちらもですね三浦さんの件について書いててですね、関与せずと三浦瑠麗氏夫の会社が家宅捜索で弁解もテレビ降板の危機の可能性というね記事を出してます。これちょっと三浦さんバッシングみたいな感じなんで微妙なんですけど、三浦さんは会社の原因には全く感知しておらず一切知り得ないことではございますが、捜査に全面的に協力する所存です、うんぬんというコメントを出したというふうに言ってるんですが、三浦瑠麗さんのね山猫研究所とこのトライベイキャピタルは同じビルで、しかも共にですね1階に入ってるそうですと。だからといって三浦氏は人権に関係あるわけではないが、さまざまな憶測が飛んでいるということです。ちょっとこれもねどうなるかと。さらにねライブドアニュースにもね新しい記事が出てまして、ネットが三浦さん関与してないということはね本当かどうかと、ネットがね4つの理由で疑っているというふうに言ってるんですよね。これもでもちょっとこじつけかなとも思うんですけれども、三浦瑠麗さんの妹さんがですねこのトライベイキャピタルの役員に名を連ねていたとかね、そんなような話なんですよね。なんでちょっとどうかなと、これだけを持ってね関与してたっていうのもどうなのかなというふうには思いますけど、いずれにしてもですよ捜査の中でねこれ明らかになっていくのかなというふうに思います。いずれにしても揉めてたのがですねソニーの出井さんの会社だったっていうことまでが今分かった新しい情報なんで、今後の展開についてはねまだ予断を許さないですけども、下手するとねこれね金額が金額
額だけにね、旦那さんが逮捕されてしまうリスクもあるわけですよね。逮捕っていうのはほら逃亡の恐れがあったりとか証拠隠滅の恐れがあればこれ逮捕されてしまうわけですから、関係者でね口裏合わせるみたいな動きがもしあれば逮捕されるかもしれないし、もう任意で事情を聞かれてる可能性もありますよね。ということなんで、この件ね、いずれこの裁判が全てを明らかにすると思うんですが、ちょっと慎重に取り扱いつつですね、ちょっとこれね、再生エネルギー絡みの案件だけにね、なんかいろいろちょっと気になっちゃいますね。他にもね、こういう太陽光の投資会社っていうのはいっぱいあって、こんな10億円みたいなねでかい案件から、もっと屋根の上につけるようなねしょぼい案件までね、いろいろあるわけですよ。これなんで成立するかといえば、昨日説明した通りですね、ざっくり 7% ぐらい利回りが見込まれますよと、高利回りを謳ってね、今ほら金利も安いですから、日銀がイールドカーブコントロールのさ変動幅をちょっと増やしたとか言ってもさ 0.5% じゃない、 7% に比べたらそれはまあ全然違いますよね。しかもその 7% っていうのが再エネ賦課金というね実情の税金で支えられてると、これは OK なんですよ。国会も通ってるし民主的な手続きで決まった仕組みなんで、補助金中枢スキームではありますけれども、これ OK だと、東日本大震災が起こった時みんなちょっと頭に血のぼって、そうだと、もう原子力やめるとね、再生エネルギーでいくんだって国民のある種コンセンサスみたいなのができちゃったんで、マスコミも散々煽ったんでね、できてしまったんで、その付けをね自分で決めたんですからね、国民がねそれを支持したわけですから、国民が払わされてるっていう現実はあるんですけれども、なんかこういうののね温床になってるとしたらどうなのかなと。それからちょっと途中で言いましたけど、太陽光発電って絶対火力発電とセットですからね、出力があんまり上がらない時ね、例えば夜とかって全く発電しないでしょ、その間も電気使うわけですから、誰かがバックアップしなきゃいけないわけじゃないですか。原子力発電ってつけたり止めたりできないんですよ、簡単には。なので結局火力発電が太陽光発電とセットで使われてですね、太陽光が使えない時は火力発電っていう感じになるんですよ。今燃油代も高騰してるんでね、太陽光増えれば増えるほどさ、それは火力だって増えるんですよ。だって常にこうバックアップなんてこう対の関係になってますからね。この火力発電所も太陽光が稼働しない時しか稼働しないというね、こっちがダメな時しかこっち使わないっていう感じなんで、稼働率が非常に低くて、火力発電所もですねあんまり採算取れなくて、太陽光発電だけ税金でさバックアップされて、 JAL と ANA みたいなもんですよ。 JAL って一回潰れて税金投入されてやってるでしょ、それと競争させられるただの民間企業の ANA って大変じゃん。同じですよ、こっちのね再エネ系のやつには税金でしっかりと利益が乗ってるんですよ。逆に火力発電にはそういうことないでしょ。一応その燃油代取ってるけどさ、今ね取ってるけど、あれは燃料サーチャージみたいなもんでね、仕入れに対してかけてるだけの話ですから、あれで儲けようとかいう話じゃないでしょ。でもこっちは賦課金でも絶対儲かるっていうことなんで、そこまでしたから国策として再生エネルギーをやろうっていうことを決めたわけですよね。 SDGs だかさなんだかよくわかんないですけど、そういうのでやった結果がですね、いろんなところに広まって現在こういう事態になっているということなんですね。で原子力発電所のね再稼働は遅々として進まずね、我々は高い電気代をずっと払わなきゃいけないんですけど、でもねそういう状況自体がね私は大きな問題かなと。もっと大きな話するとね、今回その10億円っていうね個人からすれば大きなお金ですけど、もっと国単位で見た時ね、もっとすごい大きなお金がですね、こういうちょっと無駄なんじゃないのみたいなところに消費されてるっていうのはいかがなものかなと思います。岸田さんはですね原子力発電所を動かすということをね決意してね、原発の新設もねやるということでかなり踏み込んだことも言いました。それから処理水の問題ね、これももう周りに何言われるとやるということで進めてるんで、その点はね増税以外の点は僕は基本的に岸田さんは評価してるんで非常に良かったとは思うんですが、そんなも含めてですね再エネ賦課金もいずれはやめてかなきゃいけないんじゃないかなと。最初の立ち上げの時はねそういうのでブーストしたらね、みんながそういうの開業してくれますよ。いずれどんどんね広がっていけばね、再生エネルギーでもう日本のエネルギー何パーセントかいけるんですみたいな話でしたけど、じゃあ一体いついけるんですかと、いつまでこの補助金出し続けるんですかっていう問題ですよね。これは古くはですね関東大震災の震災手形問題からですね、最近で言うとね復興増税の問題とかコロナ関連のね無利子融資とかね、いつまでやるんだって問題なんですけど、これ実は大きな問題にも直結している話なんですよね。そんな中で出てきたたまたま有名人の旦那さんの詐欺事件ということで注目はされてるんですが、これをきっかけにね皆さんにまずぜひ考えてもらいたいのは、この再エネ賦課金いつまでやるんですかと。要はその補助金出さなきゃ続かないビジネスだったらやめた方がいいんじゃないかみたいな話なんですよ。今回のねロシアウクライナ戦争によるエネルギー危機なんかのことも含めてですね、もう少しねこのねエネルギー政策ね、特にその純国産のエネルギーとね言われているこの原子力発電のことも含めてですね、リアリスティックなね判断が我々には必要なんじゃないかなと。安全審査がなかなか終わんないっていうのはね問題もいろいろありますけど、そろそろねちゃんとした決断、岸田さんはね決断しましたけれども、我々国民もねしっかり腹くくってですねこの旨見ていかないとなかなか難しいんじゃないかなというふうに思いました。三浦さんのね旦那さんの事件についてはですね、今後続報がいろいろ出てくると思いますので、それはそれでですね続報出るために皆さんと共有したいと思いますが、これを機にね私が考えてもらいたいことはですね、やっぱ日本のねエネルギー安全保障ですよ。端的に言うとね、この国のそのエネルギーがちゃんと供給できるかどうかっていう部分をね、こういうのを機にね皆さんぜひ考えていただけるとありがたいなというふうに思いました。ということで今日の内容面白いなと思った人はね、ぜひね高評価のボタンとねチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらねぜひね Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー。